さんこんばんは。今日も楽しいレッスンでございました。子供たちの興味や好奇心、心の宝でございます。きちんとリラックスさせ、決してピアノが嫌いにならないコツを心得ております。興味や好奇心にお答えできるよう日々精進しております。バッハポロネーズトータンキュの好きなことを楽しむことが一番です。それではまた。